久保さん。哲郎さん。哲郎さん。ちょっと飲んでおります。はい。無事、えっ、ー、と、今日はですね、今日というか昨日からですね、宮崎、熊本。まあ、鹿児島から、こう、なんか、宮崎か、熊本を一周してきまして、昨日は宮,宮崎に泊まったんですけど、無事帰ってきましたね。 明日、あやさん帰るんですけど、早,早いですね。あっという間に終わっちゃいますね。ちょっと、すいません。お酒飲みながら。さっき着きまして、さっきついて秒で動画撮ってるんですけど。いやー、まあ、時代は変わりましたよ。本当に。時代は変わった。まあね、今回タイ,タイトルが、引くほど、すぐやるにしましょうか。 引くほどすぐやるっていう <laughs>。引くほどすぐやるっていうね。で、これからの時代っていうのは、まあ、ラファエルさんもね、秒で動けみたいな本出してるんですけど、本当に動ける人っていうのが勝てる時代です。で、なんでかっていうと、ほとんどの人は動けないんですよ。で、今までは動ける人、動けても勝てなかったんですよ。例えば、まあ、このテレ、まあ、YouTube メディア、まあ、今ね、ありますけれども、昔はね、あの、じゃあ、 そういう動画メディアみたいに出る場合は、ジャニーズのね、難関を、あの事務所のなんか審査通ったりとかね、まあそういう一部の人でしかならなかったわけですよ。でも今、なんだま個人が個人の SNS 情報発信時代になって、これもうすぐ使える人が本当に勝てるなぁと思うんですね。で、そう、久保さん、僕、トトロのね、写真ね、あのもう、 インスタにアップしたんですけど、インスタにもアップしてるんですよ。で、めちゃくちゃ可愛いですとかね。まあコメント結構来たんですけど、まあ結局ピンチをね、あ、そうそう、久保さん。あの、インスタにストーリー、久保さんちょっとインスタやってないんであれかもしれないですけど、インスタにストーリー投稿っていうのがあって、もちろんその休館日ですよね。休館、休館日っていうのもすぐね、撮って、じゃあ、あやさんちょっと撮っていいですかみたいな。 もちろんでしょうみたいな。まあ、あやさんも分かってるんですけど。<laughs> もう、その、休館日、ああ、ダメだったっていうことすら、もう、ネタになるわけですよ。だなんだろうな、すべてがネタでありなんだ、失敗したことも、なんかすべても、なんだ、お金に変えられるというか。でも、それをすぐやらない人っていうのは、まあ、稼げないですよね。うん。で、続けられないし。 なんかね、そうそうこの言葉の逆説なんですけどあ,のあやさんがあの引くほどすぐやらないっていうね引くほどやらないっていう、うん、引くほどやらないっていう引くほどすぐやるっていうねそう久保さんの話をちょっとしてて久保さんが2時とかに起きてるじゃないですか、ね、2時って早すぎだろみたいなね <laughs> 2時は早 まあ引くほど早いな、みたいな。そりゃ稼げるよ、みたいな早さんが言ってましたけどね。こうさんね、今日何時、もう就寝してますからね。今日何時起きですかね。<laughs> 2>, <laughs> 2時は早いっすね。うん、さすがに。まあ4時は1 0 0って4時はまあ分かる気はするんですけど、2時はちょっと早いな。今頃、 うんまあとりあえず明日あ,のあやさんあのお帰りになるんで鹿児島空港まで送ってきますけどそういやー早かったですねあっという間の4泊5日でしたけどまあいろいろ本当に今回はね晴れてねいろんなとこ行ってきたんですけど結構ね僕運転ずっとしてたんで ちょっと疲れて。うん。まあ疲れてもまあ寝れば治るぐらいなんでまあいいんですけど、うん。まあこれから最後の晩酌ですね。はい。まあ引くほどすぐやるやつが勝つとはにしようかな。まあいいや。いってらっしゃい。